小堺不牧作少年科学探偵玉振り時計の秘密一これまで塚原敏夫君の取り扱った事件の中には随分複雑なものもありましたし、また極めて簡単なものもありました。しかし簡単といっても敏夫君にとってその解決が容易であったというだけでして、 事件そのものはかなりに難しいものが多かったのであります。これから皆さんにお話ししようとする事件も、警視庁の人たちが持て余してあげく、敏夫君によって立ちどころに解決された殺人事件であります。犯人は確かにあの男であると推定されておりながら、その男が十分計画をしてやったことでありますから、警視庁の人たちは その証拠を挙げることができなかったのです。けれども、どんなに巧妙に計画された犯罪でも、どこかに必ず手抜かりがあるものです。この事件においても、やはり犯人は大きな手抜かりをしていたのです。しかし、その手抜かりを、警視庁の刑事たちは気づかなかったのでして、ただ、年を組んだけが、それを容易に発見して、 ついに、犯人を自白せしめることができたのであります。こういう探偵事件を紹介するには、としおくんのところへ事件が依頼された当時から書き始めて、としおくんが解決するまでを順序正しく述べるのが普通ですけれど、今になっては何もかもわかっているのですから、むしろ私は犯罪の天末を先に述べて、それから としおくんがそれを解決した模様を語ろうと思います。というのは、皆さんにも、この事件のどこに手ぬかりがあったかを、あらかじめ考えていただきたいと思うからであります。2>, 2。日本汽船会社員小野隆太郎が支配人の佐久間氏を殺そうと決心したのは、 一月ほど前のことでありました。支配人といえば、主人も同様でして、仮初めにも主人を殺すということは、そこにどんな理由があろうとも、許すべからざる大罪悪であります。しかし、竜太郎には、生まれながらに悪人の素質があったものか、一旦殺そうと思ったったが最後、俗入、悪魔に見入られたとでも言いますか、 どうしても、教皇を演じないではいられなくなったのであります。さて、龍太郎が何故に支配人を殺そうとしたかということは、この話にはあまり関係がありませんから、その記述を省きます。ただ、それが、金銭上の問題に関係していることだけを述べておきます。が、それはとにかく、龍太郎は支配人殺害を決心するなり、 今度はいかにしたならば自分が殺したということが分からずに済むであろうかを考えました。彼は無情、冷酷な性質でありますが自分の生命を愛する念も甚ははだ強かったのであります。ですから罪の発覚を防ぐ方法を熟考したのであります。人を殺して自分が生きておろうと考えるような人間を 天は許すはずがありません。けれど、悪人である彼は、天に反抗してまで、自分の火を遂げようとしたのであります。彼は、自分が殺意を持っていることを少しも気づかれないように心がけ、支配人にあっても、兵素の態度と語も変わるところがないようにしていました。龍太郎にとって都合の良いことは、彼が人知れず、 一丁のピストルを持っていることでありました。そのピストルは彼の友人で長らくアメリカに滞在していた男からもらったのでありますが、その男が先日急病で死んだので、もはやこの世の中に彼がピストルを持っていることは誰一人知りません。ですから龍太郎はピストルを持って支配人を殺そうとしたのであります。次に彼は、 どこで支配人を殺すかということについて考えました。その結果、彼は支配人の自宅の応接室を選ぶことにしました。佐久間氏は60次代年配でありながら独身生活をしていて、雇い人のローと二人きりの暮らしであったからであります。それに、支配人の自宅の応接室には、一個の大きな風変わりの玉振り時計が、 ちょうど背の高さぐらいのところにかけてありまして、彼はこの玉振り時計を巧みに利用して罪の発覚を防ぎうると思ったのであります。彼が玉振り時計をどんな具合に罪の発覚を防ぐために用いようとしたかということは、おいおい述べることにします。彼は多くの犯罪者が ちょっとした手抜かりによって、探偵のために罪を暴かれることを知っておりましたから、犯行の現状に少しも手がかりを残さぬように注意しなければならぬと考えました。自分の所有品を死骸のそばに移出してきたり、あるいは先方の器物の上に指紋を残してきたりして、難なく逮捕される例がたくさんありますから、 彼はそういう犯人の二の舞をしないよう工夫を凝らしました。三。龍太郎はいよいよ4月25日の晩に教皇を演ずることに決めました。なぜ彼がこの日を選んだかということは読んでいってくださるうちにわかります。彼はその夜7時半頃に 例のピストルを懐に忍ばせ、ゴムの手袋をはめて、郊外目黒の佐久間市宅の付近に来ました。上野の桜が散って、日比谷に筒子の咲く頃でありますのに、夜の空気はかなり冷たく、彼の肌を舐めました。佐久間市宅の付近には大きな森がありまして、隣とは花肌遠く、いわば 一軒家と言っても良いくらいでしたから、人取りはほとんどなく、誰も彼の姿を認めるものはありませんでした。彼はしばらく木陰に身を忍ばせて、支配人宅の様子を伺いました。しばらくすると、佐久間支宅の裏門から、雇い人の老婆が出てきました。老婆は、毎夜八時頃にお湯に行き、それから買い物などをして、 十時ごろに帰るのが例であって、彼は言うまでもなく、この時間を教皇のために選んだのであります。龍太郎は老婆の姿が見えなくなるまで見送って、薄気味の悪い笑いを漏らしました。そうして、それからつかつかと表門を入って、玄関のベルを押しました。扉を開けに来たのは言うまでもなく、 佐久間氏自身でありました。佐久間氏はモーニングコートを着ておりましたから、龍太郎は佐久間氏が会社から帰って、まだ着物を着替えないでいることを知りました。佐久間氏は自分が殺されるとは夢にも思っていませんから、心よく彼を迎え入れ、応接間に導きました。応接室へ入るなり、支配人は、 彼に与える椅子を取ろうと思って、ちょうど玉振り時計の方を向きました。その時、彼はやにやにピストルを取り出して、火金を引いたのであります。それは、まったく一瞬の出来事でありました。呆然たる爆音と、桃桃たる白煙が、さっと部屋の空気に流れた時、佐久間氏は、無残にも、 脳天を打ち抜かれて、死体となって、彼の前に横たわりました。彼は、その恐ろしい光景にも、さほど老狽の色を見せず、佐久間氏の息が完全に絶えたことを見すますなり、再び、ピストルを取り上げて、こっち、こっちと、動いていた玉振り時計に近寄るなり、文字盤に向かって、 さらに、一発、打ち放しました。ガラスの破片が異様な音を立てて床の上に散るなり、彼はぎょっとしました。というのは、彼の計画では、時計の針を一時間ばかり進めてから、時計に向かってピストルを打ち込むつもりだったからであります。おそらく、無常冷酷な彼も、死体を見た刹那に、 心に激動を受け、思わずもうやり損なったのでありましょう。彼はびっくりして、しばらくの間玉振り時計を見つめました。蓋のガラスはほとんど下に落ちてしまい、振り子は止まりました。針は、八時十分前を刺しておりまして、幸いに弾丸のために傷つけられておりませんでしたから、彼は救われた気持ちになりました。 これならば、予定の計画通りにやれる。こうつぶやいて、彼は針に手をかけ、動かそうとしました。ところが、針は、機械が破損したために、少しも動きませんでした。彼は再びぎょっとしました。全身に、冷や汗がにじみ出るのを覚えました。しかし、彼は再び冷静な心を取り戻して、 針の軸のところを観察しました。すると、幸いにもその針の上はネジで止めてありましたので、彼はそのネジを外し、それから、長針と短針とを抜いて、ちょうど時計が9時半を示すように置き換え、さらにネジを元通りにはめました。普通の玉振り時計では、こういうことはできがたいのですが、運よくネジ止めにしてあったので、彼は、 救われたのであります。これでいいこれでいい彼は、ほっと吐息を漏らしてつぶやきました。そして、片割れにあった椅子に腰をかけ、気を沈めようとしましたが、なんだか頭がぼーっとしてきました。彼は、何か手ぬかりをしはしなかったかと、あたりを見回しました。すると、支配人の着ていたモーニングコートに、 真っ赤な血が流れにじんでいましたので、さすがに薄気味が悪くなり、追い出されるように小川に出たのであります。空は美しく晴れて、星がまわゆく輝いておりましたが、竜太郎の熱した目は、あたりの物事を認める力はなく、足がなんだか地につかぬような気がしました。しかし、彼は、 かねての計画を実行することを忘れませんでした。その晩9時に、学校時代の友人たちと日比谷のエスローで懇親会を催すことになっていたので、商船電車で駆けつけたのであります。エスロへ行くと、友人たちはみんな集まっていました。おいおの、遅いじゃないか。と、友人の一人は彼の顔を見るなり言いました。 彼は、懐中時計を出してみました。無論その時彼は、ゴムの手袋を脱いでいました。遅いって、ちょうど約束の9時にまだ3分あるじゃないか。彼は、みんなに声をがしに言いました。それはそうと、バカに君は青い顔してるなあ。と、他の友人が言いました。<laughs> 彼は妙な笑い方をして投げるように座布団の上にあぐらをかきました。酒を飲み、ごちそうを食べるとだんだん彼の心は静まってきました。そしてみんなと談笑しながら11時ごろまでエストローにいましたが、それから彼は下宿へ帰って比較的よく眠ることができました。 4少年科学探偵塚原敏夫君に P のおじさんと呼ばれていた警視庁の小田刑事が私たちの事務所兼実験室を訪ねて来られたのは佐久間氏が殺された翌日の午後でありました敏夫君は2、3日前にある大きな事件を解決して何か新しい事件はないかと思っていたところでしたので 小田刑事の来訪を非常に喜びました。そして、小田刑事の来意を聞くに及んで一層喜びました。というのは、小田刑事は佐久間氏殺害事件の解決を、敏夫君に依頼したからであります。犯人の検討はおおよそついているけれど、確証が上がらぬから困っているんだよ。だから、それを、 としおくんに見つけてもらおうと思ったんだ。と、小田刑事は言いました。死体が発見されてからの点末を順序よく話してください。と、としおくんは言いました。小田刑事の話によると、死体を発見したのは、雇い人の老婆でありました。老婆は、昨夜8時少し前に、いつものごとくお湯に行き、それから、八百屋へ買い物に行って、 十時ごろ帰ったのですが、応接室に明かりがついていたので、不審に思って見に行ったのであります。というのは、その夜佐久間氏は九時ごろにある会合に出かけるはずであって、帰宅は十二時ごろになるかもしれんと話していたそうだからであります。応接室に入るなり、彼女は支配人が血にまみれて、うつむきに死んでいるのを発見し、 腰を抜かさんばかりに驚いて、直ちに警察に電話をかけたのであります。小田刑事が捜査主任となって、先方へ行って調べてみますと、死体以外に目についたのは、例の玉振り時計であります。玉振り時計は、ピストルの玉に当たって9時半で止まっているから、多分、犯人は第一の玉を依存じて時計を撃ち、 第二の弾で、佐久間氏を撃ち殺したに違いなく、したがって、強行は言うまでもなく、九時半に行われたものであろうと推定したのであります。そこで、まず死体の検査を終わって、死体を警視庁に運んで解剖に伏すことにし、それから、時計の検査を済まし、すぐさま手分けして、日本規制会社の社員全体を呼び寄せ、 一人一人取り調べることにしたのであります。するとね、と小田刑事は語り続けました。たった一人怪しい男があるのだよ。名は小野龍太郎というんだがね。他の社員の昨夜の行動は全部明らかになったんだが、小野龍太郎の七時から九時までの行動がどうしてもわからないんだ。彼は、 散歩していたと言うけれど、その証拠を挙げることができないんだ。もっとも、教皇は9時半に行われたのだから、彼を疑う理由がないと言えば言えるけど。しかし、時計の針は人間に動かすことができるんですから、教皇が必ずしも9時半に起こったとは言えないじゃありませんか。と、年夫君は反対しました。それは大きにそうだ。 僕も、そのことを考えてみたけれど、第一、時計の針を動かしたという証拠がないんだ。それに、たとえ恋に動かしたんだとしても、小野龍太郎が昨夜、佐久間市宅を訪ねたっていう証拠がないんだ。だから困ってしまったんだよ。それに、社員以外には、どうも佐久間氏を殺害するような人間はないんだから。 としおくんは、織田刑事の困った様子を眺めて、軽くうなずきながら、じっと考え込みました。殺された佐久間さんは、あの晩、ある会合へ出かけるはずだったと言いましたね。どんな服装をしていましたかと、しばらくの後、としおくんは尋ねました。モーニングコートを着ていたよ。としおくんは、再び、じっと考え込みました。 それから、また、尋ねました。壊れた時計は、そのままになっておりますかそのままにしてある。ガラスの破片なども、手を触れぬように命じておいた。その、おのというのは、今、警視庁に引っ張ってありますか県議の晴れるまで、とどめておくつもりだ。おのに、佐久間さんの死体を、せはしますまいね。 無論、水はしない。としおくんは、決心したように立ち上がり、私に向かって言いました。兄さん、探偵カバンを出して、出かける用意をしてくれ。それから、P のおじさん。と、小田刑事の方を向き、あなたはこれから、警視庁へ行き、おのを連れて、佐久間さんの家へ来てください。僕たちは先へ行って、玉振り時を調べますから。 織田刑事が去りますと、私は自動車を呼びました。さて、皆さん。敏夫君はいかにして、織田刑事の至難とした二つの証拠、すなわち、小野隆太郎が昨夜、佐久間支度を尋ねた証拠と、玉振り時計の針を意に動かした証拠とを挙げるでしょうか。どうか、皆さんも、この話の続きを読む前に、 これまで私が書いた部分から判断してみてください。5私たちの自動車が佐久間支度へ着くなり見張りの刑事が出てきました。そして私たちを応接室に案内してくれました。敏夫君は応接室へ入るなり玉振り時計に近寄ってじっと見つめました。それから 床の上に落ちているガラスの破片を拾い上げ、それを透かしてみたり、表面を指でこすったりしました。それから椅子を持ってきてその上に上がり、文字盤に目を近づけて熱紙に見つめました。しばらくの後、敏夫くんは椅子の上からひらりと降りて、床の上の血を見つめました。それが済むと部屋全体を見回しました。 そして、二三度軽くうなずきながらにっこりしました。その笑いは、としおくんがいつも何か手がかりを見つけた時に漏らすものなのです。わかったかいと、私は尋ねました。としおくんは大きくうなずきました。やっぱり、時計の針は恋に動かしたものか。意地の悪いとしおくんは、にやりと、 笑うだけでした。兄さん、僕はちょっと、ばあやさんに会ってくるよ。こう言って、応接室を出て行きました。しばらくしてから、としおくんは帰ってきましたが、老婆から何か有力なことを聞いてきたと見え、嬉しそうにしておりました。その時、織田刑事は、小野竜太郎を連れて入ってきました。竜太郎は、 いたって平静な顔をしておりました。小田刑事の紹介が済むと、敏夫君は龍太郎に向かって言いました。小野さん、大変ご迷惑でしょう。時に、佐久間さんは昨日会社で、いつもと違った怪しい素振りをして見えなかったでしょうか別に、いつもと変わっておられなかったようです。昨日、佐久間さんは、 どんな服装して見えましたかモーニングコートを着ておいでになりました。そうですか。と、としおくんは言いましたが、その顔には激しい興奮の色が現れておりました。としおくんはしばらくの間、応接室を歩き回りました。B のおじさん、犯人はわかりましたよ。と、としおくんは織田刑事に向かって言いました。え 誰だいもちろん、この小野さんです。この時、竜太郎は結束を変えて敏くんに近寄りました。何を君はどうして僕を犯人というのかと、彼はいざといえば敏夫君に踊りかかろうとする剣幕を示しました。まあ、静かにお聞きなさい。と、敏夫君は言いました。あなたは夕べ、 七時から九時まで散歩したとおっしゃっていたそうですが、それは嘘です。あなたは確かに昨夜、佐久間さんを訪ねました。どうしてそれがわかるのかねと、小田刑事がそばから言いました。龍太郎は、ものをも言わず、敏夫君を見つめました。小野さんは今、昨日佐久間さんがモーニングコートを着ていたと言ってたでしょところが、さっき老婆の話によると、 佐久間さんは会社へは普通の背広を着て行って夜の会合に出かけるために夕食が済むとすぐモーニングコートに着替えたんだそうです。してみると小野さんは昨夜佐久間さんのモーニング姿を見られたわけです。そしてうっかり昨日会社でも佐久間さんがモーニングを着ていたと思い違えたのです。これを聞くなり龍太郎の顔はさっと青ざめました。彼の全身は震えました。 しかしと、竜太郎は声を枯らして反抗しました。たとえ夜分、僕が尋ねたとしても、教皇は九時半に行われているというじゃないか。僕は知らん僕は知らん多分そうおっしゃるだろうと思いましたよ。と、敏夫君は威圧するように言いました。しかし、時計の針はきっと後から付け替えたものに違いありません。 というのは、時計の蓋のガラスを調べてみましたら、表面にピストルから発射された荘園の鈴がついておりました。これは、ピストルをごく近いところから発射した証拠です。すなわち、犯人がわざと時計に打ち込むためにやったことです。してみると、その目的は、言うまでもなく、強行の時間を誤らせるためなのです。犯人は、ガラスの鈴に気がつかぬくらいですから、少々慌てたに違いありません。 だから、ことによると、犯人は、時計の針を動かす先に、ピストルを打ち込んだかもしれません。そうすれば、針が動きませんから、針を外して、置き換えたに違いありません。ところで、こっからが寛容なところです。P のおじさんもよく聞いてください。いいですか犯人はきっと、あわてておりますから、針を置き換えて、 時間だけを進めても時計をチンチンと打たせておくことを忘れたに違い言えません。いいですかわかりましたかこれから僕は文字盤を外して機械を調べます。そうすれば時計がいくつ打ったか打たぬかすぐわかります。もし調べてみて、9つ打っていなかったら突然敏夫君は口をつぐみました。というのは その時、龍太郎が、と倒したからであります。彼は、歳夫君の解放によって息を吹き返すなり、一部始終を自白しました。かくて、この事件も、歳男君によって、見事に、解決されたので、あります。